お母さん、明日の祝日、友達と遊びに行ってもいい？いいけど、どこに行くの？子供たちだけなら一応、校区内にしとかないとダメよ。下界に行ってみようかなって思ってるんでし。ああ、そういうことね。まあ、行き慣れてる場所だったらいいでしょう。結界に引っかからないように気をつけてね。うん、気をつけるでし。そして祝日。うわあ、久しぶりに下界に来た。花子はよく来てるでし。花子たちは久しぶりに下界の街並みを歩いていました。ここが花子の通ってた小学校だよ。花子がトイレの花子さんしてるところでし。へえ、ここなんだ。ここをずっと歩くと駅があるから、電車でも見に行く？そうだ、電車に乗ってみようよ。俺、隣町に住んでたんだ。ちょっと面白そうなところあってさ、行ってみない？何？行こう行こう。花子たちはそっと電車に乗り込みました。混んでなくてよかったでし。そして駅で降りました。懐かしいな。ねえねえ、面白そうなところって何？俺この辺に住んでたんだけど、ずっと行ってみたいところがあったんだ。そこは大人から行っちゃいけないって言われてたところでさ。もったいぶらずに言えよ。それは、お化け屋敷だ。なんで黙るの？だって、私たちも幽霊なのに、わざわざ下界に来てまでお化け屋敷入る必要って。いやあ、俺たちが勝手にそう呼んでただけで何があるかはわかんないよ。廃墟探検してみたくない？花子は行ってみたいでし、ワクワク。ここまで来たんだから別に行ってみてもいいけど。ずっと昔から空き家になってて、お化けが出るとか噂があって。でも勝手に入っちゃダメって言われてたんだ。鍵閉まってる？もう俺たち幽霊だから別に関係なくない？あ、そっか。そして4人はその空き家に到着しました。それはレンガ造りの古い洋館でした。ここか。意外と豪華で大きい家だね。でもめちゃ古い。なかなかの迫力だな。よし、入ってみるか。花子たちはすっと壁を通り抜けて中に入りました。花子、壁抜け嫌い。妙な感じするよね。私も苦手だからあんまりやりたくない。こんにちは、誰かいますか？やめろ、いたらどうするんだよ。すごいな、この家。映画で見るような洋館だな。興味深いな。うん、鎧なんて履いてある家初めて見た。住んでた人はお金持ちだったのかな。ねえ、ここ見て。何何？壁に赤いのついてる。矢印みたいに見えるけど、そうじゃないようにも見えるね。この方向に進んでみる。迷路みたいで面白いな。興味深い。行ってみよう。少し進むと。あ、ここにも赤いのあるよ。そのまま進むと、その先は。あれ、行き止まりだ。何もないね。引き返そう。よ、ちょっと待って。ここ、隙間が空いてる。え、どこどこ？あ、ほんとだ。この壁の中に何かあるのかも。入ってみよう。怖いよ。花子は行くでし。一人にしないで。じゃあ行くよ。よし、通り抜けるよ。4人はすっと壁を抜けました。真っ暗でし。やっぱり隠し部屋になってるんだ。あ、窓がある。カーテンを開けるといいかも。開け、開け。あ、ちょっと開いた。チコちゃんの念力はすごいでし。で、わっ！びっくりした。何？あそこ。花子の指さした方を見ると、壁一面に文字が書いてありました。うわぁ、何これ、怖っ。それは赤い文字の羅列でした。壁にいっぱいなんか書いてある。助けてって書いてあるよ。助けて、出して。みんな真っ青です。これ、花子、聞いたことあるでし。何？どういうこと？
あのね、都市伝説の赤いクレヨンっていう話があるんです。どんな話？ある夫婦が一軒家を購入しました。中古物件だけど、ほとんど新築みたいに綺麗で、しかも安かった。喜んで引っ越しましたが、ある日夫婦が家の中に赤いクレヨンが落ちていたのを見つけた。不思議でした。その夫婦には子供はいないし、クレヨンを買った覚えもないし、誰かが家に侵入したような形跡もない。変だなと思いつつも、最初のうちはあまり深く気にしなかったのです。だけど気づけばまた家の中にクレヨンが落ちている。そんなことが何度も続いて、とうとう変だと思った夫婦は家を調べ始めます。すると、その家には部屋がもう一つあることが判明。それらしき壁の壁紙を剥がすと、開かないように釘で打たれた扉が現れた。夫婦は意を決してその謎の扉を開けた。すると中にはやはり部屋があって、その部屋の床、壁には赤い文字でびっしりと文字が書かれていた。お父さん、お母さん、ごめんなさい、ここから出してって。うわあ、まさにその通りの部屋じゃないか。何、ここに子供が閉じ込められていたってことなの？それはわからないけど、そういう話があるんでし。もう出ましょうよ、怖いよ。閉じ込められた子はここを出られたのかな。何してんの？ギャー！人ん家に勝手に入ってギャーはないでしょう。どこから来た霊？ごめんなさい、上からやってきました。君たちも未成仏霊か。何、遊びに来たの？あ、はい、ここ有名な家だから一回入ってみたくて。別に面白いものはないけど、ゆっくりどうぞ。あの、この壁に書いてある字は何？もしかしたら君はここに閉じ込められていた子供なの？だとしたら。え？なんちゃって、ただの落書きだよ。たまに生きてる奴らが肝試しに来るんだけどさ、そいつらが悪ふざけで帰って行ったのさ。あ、そういうことなのね。ほ、そう、落書きしてったんだ。それこそさっき君が言ってたような都市伝説、赤いクレヨンの話を意識して作ったみたいだよ。有名なお話だからね。まったく迷惑な客だよ。見えないからって勝手に出入りされちゃ、ここに住んでる僕としてはたまらないね。花子たちも勝手に入ってごめんでし。まあ君たちはお仲間ということで多めに見てあげるよ。ここはもともと君の家なの？違うよ、空き家だったから住み着いただけ。元の持ち主がいなくなって、他の人の手に渡ろうとするたびに怖がらせて邪魔してるってわけだ。ここは居心地がいいからね。なるほど、だからずっと空き家になっていたんだね。そういうこと。そうなんだ。じゃあそろそろ次行こうか、もうお昼だ。うん、街でも歩こうか。よかったらまたおいでよ、僕はいつもここにいるから。僕はケンイチ。ケンイチくんなのね。花子だよ、またみんなで遊びに来るね。うん、じゃあお邪魔しました。バイバイ。長年の不思議が解明してすっきりした。よかったね。幽霊のケンイチくんもいたことだし、一応本物のお化け屋敷だったね。いや、あの壁の文字はゾッとしたな。ただの落書きだったからよかったけど。そうだね。あ、通りでイベントやってる。お祭りかな、見に行こうよ。そうして花子たちの祝日は過ぎていったのでした。おかえり、下界どうだった？楽しかったよ、お化け屋敷っぽいとこに行ってきた。みんなで危ないことしてないでしょうね。普通の探検でし。僕もそろそろここは飽きたな。千葉くれなんてやめて上に上がりたいな。ねえお父さん、お母さん、あなたたちが僕をここに閉じ込めるなんてひどいことさえしなければ、僕はあなたたちを殺さずに済んだのに。罰としてここにずっと縛られることもなかったのに。いい加減に解放されたいな。
暇だな。もっと落書きを増やすとしよう。なんて書こうかな。助けて、出して、ごめんなさいばかりじゃ芸がないから。お腹すいた、とでも書いておくか。花子ちゃんたち、また遊びに来てくれるかな。そうだ、気合を入れてお化け屋敷っぽくしておこう。健一くんは本当はあの部屋に閉じ込められていた子供だったのです。花子たちを怖がらせないように話を作っていたのでした。洋館に住んでる健一くんと友達になったよ。洋館？そう、またみんなで遊びに行こうっと。